安倍政人は、江戸時代後期の旗本、普代大,大名、老中、道の国白川藩の第七代藩主、忠明家安倍家十五代、はじめ旗本だったが、後に本家を継いで大名となり、幕府の養殖を歴任した。武蔵国忍藩、道の国白川藩を治めた安倍家の分家で、安倍忠信の,の三南西房を祖とする三前国の旗本、 安倍正三の次男として誕生。長慶政定は、海岸連に本家の白川藩を相続時計通次郎は、須田家に養子入りしたため、正人が同年死去した父の後を継いで三千国の旗本となった。江戸幕府大老、井伊直助から徴用され、安政六年に後部合体推進のため、和の宮の江戸下校を朝廷と工作する、近立家役人に任命され、 上京して、京都書次第、坂井忠義と共に、朝廷工作に尽力した。万、ま、円元年に、直助が暗殺された後も引き続き朝廷と打ち合わせを進め、文久元年に、下校の目途がつくと11月11日に、神奈川奉行に転任、翌文久2年8月21日に起こった、生麦事件の対応に追われた。同年うるう8月4日に、外国奉行、 文久三年四月二十三日に北町奉行の各奉行を歴任した。翌元次元年三月四日、幕名により白川藩を相続、十万国の大名となった。白川藩は兄の死後、同族の安倍忠樹が藩主になっていたが、同年三月二日に急死、伊持功之助が幼いために取られた招致だった。合わせて昇進も図られ、 白付けのため6月22日に名目上の自社奉行と総社番に任命され、2日後の24日に老中に任じられ、幕閣の一員に入った。また、横浜港左港問題で外国交渉を担当する一方、白川藩の軍政改革にも取り組み、藩兵に様式訓練を施す、要藩画老に命じている。7月に海路上落する途中に大阪で、 軍艦武行、かつ海舟と面会、改修からは外交姿勢を高く評価されたが、安倍の方は改修の政治思想である抗議性対論を危険視し、幕府に報告して11月10日の改修悲鳴に関与したと推測されている。慶応元年、発言権を強めていた朝廷から14内将軍、徳川家茂の上落と上位結構が要請されたため、京都の上位白下、 老子らの牽制として、安倍と本城宗秀は2月5日に兵4千を率いて、上落し、22日に三大市朝廷との交渉に当たる。この上落は、軍事力を背景に朝廷を牽制、一へ総政権の解体を目論んだとされるが、朝廷の反感を買い、逆に、関白二条なりきに家持ちが上落しないことを叱責され、交渉後の24日に、 朝廷側の要請を一旦江戸に戻って家持に伝えた。4月に上落反対派の老中、稲葉正久に、諏訪中世、牧野忠鹿を、同僚の松前忠宏、水野忠清や大老、堺忠重と結託して失脚させ、5月16日の家持三3度目の上落に随行、派兵を命じた白川藩兵も約1200人が陸路、海路に分かれて、 大阪城に集結した。家持ちに具武した安倍はうるう5月22日に、散大した後25日に、大阪に下り、第二次長州政党を控えた、幕府軍や藩兵と共に待機していたが、9月23日に、イギリス、フランス、オランダ三カ国から要請されていた、兵庫開港、大阪開始をめぐって、兵庫で交渉を開始した。安倍は、 松前忠広と共に三カ国に対して交渉したが、三カ国が兵庫開港について速やかに拒否の格闘を得られねば、もはや幕府とは交渉しない。京都御所に参概して、天皇と直接交渉すると、主張、三カ国の強硬姿勢が本心することはないのでは、ないかと判断した安倍、正木は、二日後の二十五日に、大阪城へ戻りとの老中や家持と協議の上で、 やむを得ず、無直挙で開校を許すことに決めた。だが、翌26日、京都から大阪城に散着した、一橋義信は、無直挙における、条約調印の負荷を主張するが、安倍、正樹は、もし諸外国が幕府を越して、朝廷と交渉を始めれば幕府は崩壊するとした、自説を譲らなかった。久保の面前で、条約調印の逃避をめぐった論争では、家持が、 場の緊張感に飲まれ、泣き出したという。直去を得るため外国との交渉延期を主張した、吉信の意見が通り、若年より、立花谷行きと参加国交渉の結果延期と決まる。一方、朝廷は、安倍、正樹の委植を咎め、29日に、両名の官位を剥奪し、改役の勅命を下し、家持は10月1日に両名を老住職から外し、 かに召し上げ、国元謹慎処分にした。ただし、家持ちは、この露骨な朝廷の幕政干渉に異議を唱え、公明天皇や吉信に将軍人を伝えたと言われ、驚いた。公明天皇は、以後の幕政干渉はしないと言ったという。安倍は4日に、大阪を出発して、江戸へ戻り、11月8日に、白川へ到着して謹慎、慶応2年6月19日任居。 実況を命じられ、長男の生成が家督を継いだ。同年、安倍家は、内高の少ない道のく棚倉藩への天保が、申し渡されたが、安倍家は引き延ばし工作を行い、実施は、翌慶応3年1月までずれ込み、慶応4年2月に、棚倉藩から白川藩への裁封が、幕府から言い渡されたのもつかの間、実行されないうちに、母親戦争が勃発した。 マサトや安倍家は奥上津列藩同盟と組んで、明治新政府と戦ったが、前出の経緯から、白川城と棚倉城の二条を守らねばならなくなった。5月1日に、清聖の守る白川城が新政府軍に落とされ、6月24日に、マサトラが籠城していた棚倉城も官軍に奪取され、残兵と、マサトラは、ホバラの半分量に逃走した。安倍家は、 ほ原陣屋にて新政府軍に降伏。半量は6万国から4万国に減らされた。明治20年4月20日に東京で死去。去年59。法名は広間因伝徳褒まれ、友道茂信。神。墓所は西福寺だったが、昭和2年多摩霊園へ改装されている。ABC 学習院大学資料館 P393。上田正明。 津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名事店第5班、株式会社賛成堂、2009年49ページ。白川氏、P394,P491.ABC 範主人名事典編さ委員会、P84 白川氏、P394,P491,P497、くすみ。 P200、P201、松浦、P262、P263、P266、P270、A ・ B 安田、P54、野口、P106、P112、白川市、P498、P500、くすみ、P203、P205、野口、P132、P138、白川市、 P394P395P500P510、くすみ P209P211、松浦 P275P276、白川市 P395P513P515P521P522P535P537、ABC 学習院大学資料館 P395 ありがとうございます。